日本の幕末維新における母親戦争の一環である合津戦争に際して合津藩が組織した武家男子を集めた部隊である。中には志願して青年月日を改め15歳で出陣した者もいたほか幼少組として13歳の少年も加わっていた。名称は中国の伝説の真珠。 白古に由来する藍津藩の配色が濃くなる中での、い森山での自陣で知られるが、戦士や自陣をしなかった。大使、約290人は明治維新号を生きた。慶応4年、戸場、伏見の戦いにより母親戦争が勃発した。藍津藩主、松平片森が、江戸幕府を支えて活動してきたため、藍津藩は、 砂漠勢力の中心とみなされ、新政府軍の旧敵となった。白虎隊は本来は予備兵力であった。隊は、市中隊、寄り合い隊、足軽隊からなり、重足数はおよそ340名程度とされた。なお、装備していた火器は旧式銃のみであったとされる。これは、雛縄銃よりは、マシというレベルの装備であり、新政府軍の主力たる、 西南遊藩部隊の新型重機に対して、著しく劣っていた。合図藩では、若松城を支守すべく、若松へと至る、街道口に、主力部隊を展開させて、防備に努めたが、圧倒的な物量で迫る、新政府軍に対しては劣勢は否めなかった。重要な新軍路であった16強を落とすことに、失敗したという防衛戦略上の不備も重なり、本来は、 城下町防衛の任に当たるべく組織された、白虎隊も、これを支援する形で前線へと進軍した。若年兵の投入が焼け石に水なのは誰もが承知の、ことであったが、老若男女が、玉砕覚悟で望む選挙区にあっては是非もなく、白虎隊は、各防衛拠点へと投入された。しかし、合津軍の劣勢はどうともしがたく、白虎隊も、各所で苦戦を強いられ、 再生へとされた、市中隊も噴戦虚しく撤退を余儀なくされた。このうち一番隊は、藩主、松平片森越えの任に当たったが、二番隊は、戸の口原の戦いで、決定的打撃を受けて改装し、そこで数名の戦死者が出ている。8月23日に負傷者を抱えながら、残りの合計7人が、郊外の飯森山へと落ち延びた。この時、 深刻な負傷によりこれ以上はもはや戦えないと悟り、結果として7名が自陣を結行し、6名が死亡。唯一の胴をついた、飯沼定吉のみが1名を取り留めた。1928年に刊行された、平石弁造、合図母親戦争造補ビアッ隊上司軍高齢者の検討によって、ビアッ隊は、若松城周辺から上がる煙を見て落城したと。 誤認し自決を選んだという認識が一般に広まった。定吉が生前に伝え残した手記、白虎隊天末略記を、合図藩士の子孫や研究家からなる、白虎隊の会事務局長の飯沼和元が2010年頃に、新類宅で見つけ、若松城へたどり着くか、敵軍に切り込むか、こう怒り、おつもの知り、激論持ってこれ争う、というやりとりがあったことを知った。 白虎隊の会は2011年、落城後任説は誤りであるとする説明文を、飯森山に立てた。入城か突撃か、いずれを主張した大使も、敵に捕まり行き恥をさらすよりはと、武士の本文を明らかにするために、飯森山で自陣を決行したと見られる。途中は、グレタ、ダホ補ツらは、その後、鶴ヶ城に入城し、市中一番隊の生存者と共に、 白ャ中合同体となって、西本丸を守った。老城戦は1ヶ月続いたが、最終的に、合図藩は降伏した。その後、イ沼ヌマは、伝心技師として命じ、大将を生き抜き、1931年に77歳で、没した。イーモリ山での出来事についてその思い口を開いたのは、晩年だったそうで、そこから白虎隊の悲劇が現在に伝わっている。 ちなみに、飯沼は、電信技師をしていた時期に、日清戦争が勃発し、陸軍風評隊員として出征して、関陽に渡った際、ピストルを携帯するように言いつけられたが、自分は、白虎隊として死んだ身であると断ったという逸話が、残っている。飯沼の遺骨の一部は、遺言により、飯森山に眠る同士と同じ場所に埋葬された。この他、 市中二番隊の大使であった、堺峰寺も生き残って、北海道に移住し、米国業を営んだ。没後の1990年、孫の堺峰夫が、仏壇の中から、母親戦争実歴団を発見し、戸の口腹の戦闘や合図城攻防戦などを、衝述した貴重な資料となっている。市中二番隊反対党だった佐藤区の真のように、 地元合津では戦士と思われていたが、存命で、北海道に移住したことが昭和40年代に知られたような例もある。隊長小隊が白藩隊と大衆地印の者は、飯い森山での自人者として、名が上がっているからなり、合計343名である。合津藩巡南列布広馬式像のひいい森山に、白虎大使の墓所がある。 元々は自陣した16人の合奏部で、23回期の1890年、出陣した大使37人の内戦士を含む19人全員を自陣として扱い、一人ずつの命名碑を混流した。合図歴史研究会会長の井上正井は、白虎隊を中訓の官として検証することが、明治の国民教育に合致していたためと推測する。い森山には、 命名碑のほか、母親戦争時に自陣した、武家女性や討ち死にした、婦女子、約200名の霊を慰める石碑、藍津藩殉南列碑がある。母遺の整備に際しては、根津海一郎の尽力があった。この記念碑の混流に最終建設会が組織され、高松の宮信人新郎が総裁、近衛文丸が会長、田中義和が名誉会長、徳川頼定、 大倉吉七郎が理事に就任し、地元では当時の若松市長で合図弔礼議会理事長でもあった松江豊氏等が活動した。また、1935年に中日ドイツ大使館員の発送フォン、エッツドルフが飯森山を訪れた時に、白虎隊の少年たちの心に深い感銘を受けて、個人的に寄贈した記念碑や、 1928年に、イタリアの最高指導者ベニート・ムッソーリーニが、寄贈したという古代ローマ時代のポンペイから、発掘された宮殿の石柱による、記念碑がある。なお、ムッソーリーニが、記念碑を寄贈するに至ったのは、カイ・ハルキチという人物が、当時の若松市の市長に対して、ムッソーリーニは、白虎隊の自責に感激し、 記念碑を送ることを計画していると述べたことがきっかけとなっている。とはいえ実際にはそのような計画は存在しておらず、会による創作話であった。しかしこの話題が新聞に掲載され、しで原らき郎や元隊員でもある山川健次郎ら名士からの参助も与えられたため、実際に記念碑を立てる必要が生じた。そこで、 外務省からムッソリーニへ打診を行い、混流に至ったという経緯が存在している。イタリアとドイツの記念碑については、第二次世界大戦後に日本を占領した米軍当局からの命令で碑文が削除され、ドイツの記念碑には破壊命令も下されたが、地元民が保管して破壊は免れた。ドイツの記念碑は1953年に再設置され、 1955年に、当初のものとは異なる碑文が刻まれた。北海道区音群瀬田町に、大使の有が織之助、長瀬雄二のいとこである、庭五郎が開拓した庭があり、そこの玉川神社には、白虎隊用廃所がある。山口県萩市唐ら日町の日よけ地蔵堂に、日入りの石板が、白虎隊地神図がある。 戦火に包まれた若松城下を望む少年たちが描かれているが、いつ誰が描いたものかは不明である。母親戦争終結10年以内に描かれたという由来文があるが、山と城の位置関係が間違っており従軍したものが描いたにしてはおかしいとの指摘を受けている。なお、萩市は新政府軍の中核だった長州藩の城下である。 観光施設として復元されている、藍津藩校、日進館は、白虎大使を輩出した学校として、その歴史を現代に伝えている。また、藍津若松出身の弁護士、早川清次は1956年、資材を投じて、白虎大記念館を、飯森山に建てた。伊深カ茂太郎の一族からは、後に、ソニーの創業者となる、伊深大が生まれている。 石山虎之助は、イブカ家からの養子であり、イブカ大の祖父、イブカはじめは、虎之助の実の兄である。1937年に、藤山一郎が歌った、白虎隊や、1986年に日本テレビの、年末時代劇スペシャル第2弾で放送された、白虎隊の主題歌である、堀内隆夫の、愛しき日々などがある。ABCDEF、 字を尋ねて1868、百虎大使、北江少年らの義、中君に利用、北海道新聞日曜長官別釣り2019年12月1日、1から2面ゲベール獣合図物語会の、物語絵西の資料館宮城合図会宮城、合図会特別顧問、飯沼和弘氏2020年7月12日、閲覧。花見、1日未編。 男爵山川先生百444から445ページ。男爵山川先生百446から447ページ。a b c 九等ミワオット。ドイツ記念碑と日進館の教育合図の中の。ドイツ。福島大学教育実践研究企業第13号。1988年。ピアニッシモ。25から35。吹け高広。 日本ファシズム論争対戦前夜の思想家たち川で、初防審者、2012年、4652ページ。福島母親戦争150年の合図に思いを寄せる、旧敵朝日新聞デジタル2020年11月15日、閲覧合図版、白虎隊の学び者白虎隊について、合図犯行日進館、白虎隊記念館、ドラマ CD、悲願寺市の入場。 萌えの桜、2014年10月8日閲覧、朝日新聞2018年1月23日記事、明治150年を強調。ありがとうございます。